こんにちは。食事で結果を出す専門家、柏原幸男です。そうですね、食事とサプリメントと、まあ、両方を上手に使えればいいんですけれども、私のこう現場の経験からするとサプリメントは難しいなというところがあって、で健康に向かう、こうね、目指す道の中でこういろいろいいことを増やしていくは、ね、ありなんですけども、それがリスクが伴うことだとしたら、まあ、健康になるのとそのリスクとどっちなのかをしっかり見極めて選択する必要があるのではないかと思っています。サプリメント業界にいた時にすごくこう不思議だなと思っていたのは、業界にいる人たちで健康じゃない人多いんですよね。いや、健康を提案する業界なのに健康的な人がなんて少ない業界なんだろうなっていうふうに思っていましたし、あと、まあ、業界にはサプリメントをいっぱい飲んでる方もたくさんいらっしゃって、そういう人がやっぱりですね、なんでこの人はこんな、ね、健康的じゃないんだろうって感じる方よくいらっしゃいましたし、すごくこう風邪をひきやすいとか、何かの、ね、体調が優れなと、まあ、見るからに健康そうじゃないなって感じるような方がたくさんいらっしゃったというのも、もう業界にいての私のこう不思議だなって思うところがありました。で、そうですね、一方でこう食事のアドバイスなんかの現場ですと、本当にこう何にもそういうものを取っていないのにとってもこう健康的でお元気で風邪なんかも全然ひかないっていう方たちがたくさんいらっしゃるわけですね。で、まあ、これは体質の違いなのかというと意外とそうでもなく、こうサプリメントってそれなりにお金もかかるところなので、まあ、そういうことにこう、ね、いろいろ投資をしてこう意外と健康じゃない状態なのと、まあ、そういうことにお金を使わずこう、ね、健康的なのと、どっちがいいかなって考えた時に、私はあ、こうそういうところにできるだけお金を使わず健康実現できたらいいなっていうふうに思うに至ったわけです。まあ、業界にいて私が大きくこうね選択を、人生の方向性をこうね考えるに至ったには、まあこの動画でもお伝えしているようないろんな体験があったわけですけれども、サプリメントにこうね、がいいと思って一生懸命使われている方、結構お金を使っている方いらっしゃるんですね。まあ、それなりにお値段するものが多いですね。まあ、すごく安いものは品質としてもこうどうなのかなっていうものもあったりしますし、まあ、そうかといって、ね、高いもの、結構な万単位で毎月、まあ、こういうところにお金を使ってるなんていう方もいらっしゃって、本当に経済的にすごく余裕があって困ってない人だったらいっぱいお金を使うのもいいと思うんですけど、そうじゃない方なんかはですね、サプリメントにたくさんお金を使った結果、いろいろ食費を削ったり節約をしたりしてるっていう方もいらっしゃってですね、いや何のためになのかなって、それで食費を削ったりするっていうのはなんだか本末転倒だなと思うところがありまして、まあ同じ健康を実現できるなら、まあ、そういう、ね、お金がかかることをできるだけ減らして食を豊かにする、楽しむところにお金を使うっていう風にした方が人生はより楽しくなるのかなっていうのを、こうたくさんの方をこう見ていてですね、サプリメントにハマってる人たちを見ていて感じたところ、この生き方の方向性というところに至りました。でこれはまあ生き方というスタンスだけなんですけども、じゃ あの飲んだ時のこのね体の機能がどうなのかっていうところについても現場でたくさんこう見ていて、こう、ね、サプリメントを取る人と取らない人の違いみたいなところを感じるところがありましたので、次の動画でそういったところをお伝えしたいと思います。ぜひ次の動画もご覧ください。チャンネル登録はこちらです。